めちゃめちゃうまかったですね。はい、今日今ね高山の朝市に来てます。ね、今奈良井塾に着きました。じゃあ今で行きますか。これ反対側だな、これ終点だな、これ多分この近くっていうか、まあそうやゴールデンウィーク開けちゃったからな。ここ開いとるじゃん。こっからあっちが長いよ、こっち側。そうだよ、こっちこっち。でね、お土産屋さんがあって、この貸し切り見てよこれ貸し切りじゃねえか、全然おらんと。本当に雨だしな。カフェがコーヒーがあるよ。コーヒータイム、コーヒータイムあるぜ。これちょっとタタッと歩いてちょっと一回見れっか、せっかくだから。ちょっとまた馬込とちょっと違うよね。でも雰囲気は、なんか雰囲気が、建物は似たようなもんなんだけど、ちょっと雰囲気がさ、なんか違う。これさ、ただの街並みじゃん。どうしたらいいのって感じだよな。ジョン・レノンがこんな美味しいの食べたことないっていう。はい、そうそう、今そうなんだ。まあ休みもちょっとあるよね今日は。ドライフラワーの店あると。手打ちそば。ここはなんだこれ、何屋さんだこれ。あ、切り絵か、切り絵見て。あ、木版だ。そば屋、どこの一番、そば屋が一番人気とか分からんな。他の店の人に聞くんだよ、どこが一番いいですかっつって。言うと思うね俺は。俺だったら教えるよ、どこがいいですかって言われたらさ、食べ物屋さんで。やっぱりそういう地域の人に聞くのが一番分かると思うよね。米屋さんだ、お米屋さん。大体蕎麦屋とこういうカフェ多いな。はい、今ね、ザル蕎麦食べましたけども、ありがとうございます。ちょっとつけよう。いただきます。めちゃめちゃうまかったですね。ちょっとね辛めのつゆだったんだけど、僕は好きでしたね。そばも美味しかったです。はい、じゃあ今回ねお世話になります山坊主さんにね到着しました。まあ料理が美味しいってことなんでね、楽しみです。めっちゃいいじゃないですかこれ。こういろりがあってね、鮎があって、僕の大好きな。であとこちら品書きもここにあります。力がねこういう感じあります。じゃあホワイトとゴールドの地ビールを1本ずつお願いします。かしこまりました、よろしくお願いしますこちら食前酒の山桃酒。あ、これ、はい、山桃酒。こちらゴマ豆腐、はい、こちらピラニアのボウルなんですけど、ピラのジャガイモってコロコロしてるんですよ。へぇ、コロイモ、はい、こちらわさびと、うん、酢味噌かな、タコの、うん、わさび、あの野沢菜とタコのわさびです。わさびだよ。この手前からエビの素揚げ、マスコの水煮、湯葉の砂糖、こちら、今のタラの芽のサーモン、こちらタラのローストと中に小麦粉が入っています。楽しみですね。とりあえずね、食前酒っていうのがあるんで、いただきます。結構ね、甘くて飲みやすいよね。女性の方が飲みやすい味かな。僕はね、ビールの方がいいんですけどね。1本ずつ持ってきます。ありがとうございます。こっちがホワイトとゴールドですね。そうでございます。そうだよね、書いてあるもんね、ここにね。お作りがサーモンと、ひだサーモンと赤エビとカジキマグロと川フグになってます。川フグで、手前にひだ牛の炙りが入っています。きゅうりの中にジュレが入ってますので、はい、一緒にお召し上がりください。川フグって何なの。生酢なんだ。こちら五平餅と、あ、五平餅と、はい、今の塩焼きですので、ありがとうございます。召し上がることできます。ゴールドね、ゴールドで、はい、いただきます。説明してくれたんだけど、説明してくれたんだけど、いいね。はい、ありがとうございます。じゃあ俺継ぐわ。カメラ見ながらっていうのはマジむずいから。はい、泡だらけはい、じゃあ、はい、お疲れ。乾杯。うん、おいしい。そうしたらとりあえずいただきますか、料理を。サービーをこうつけて、さ
でこちらにちょんとつけていただきます。うん、うまいね。もうこの料理食べる前に僕500のカンカン3本飲んでます。ナマズ食ってみよっか、せっかくなんで。これ見える、ナマズもね、まあ、養殖のナマズだと思うんですけど、天然だとね虫がいるんで、こちらやります。うん、やっぱフグっぽいっすよね。美味しい。あ、俺さっきゴールド飲んだよね。じゃあちょっとこっちのなんだっけ、ホワイト、ホワイトって言えばよくか。はい、奈良大さんです。いただきます。まあ、やべ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 。あ、全然違う味が。どう違うかと言われたら、ちょっと説明できないです。だけど、でもね、違うんだ。食べる、飲めばわかるよ。じゃあせっかくなんでね、ちょっとずつ食べようか、これ。あ、これね、タコの塩辛あるじゃん。あんなような感じの味だな。これタコか？なんだこれ。あっか、老眼で見えん。あ、もっとじゃん。あ、老眼鏡？もっと。出す？出すの？老眼鏡あるよ。僕でしょ？九州の盛り合わせなんで、九州の盛り合わせしか書いてないんだよね。さっき聞いたじゃん、これ。でも、酔っ払ってたんで、忘れちゃいました。どこのタコのわさびだよ。わさびだよ。もうね、うまいよ。わさびつけて。タコわさとかあるじゃん。あ、わさびがあるじゃん。あんな感じじゃね。お酒にね、めっちゃ。で、奥様もね、ちょっと食べや。これなんだ。何それ。サーモンのアスパラだ。サーモンのアスパラの。うまい。エビか。うん、美味しい。なんかねえのかな、美味しい以外に。なんかこう。香ばしい。香ばしい。あとは、何だ。料理うまいよね。ちょっとお作り行ってみよう、お作り。せっかくなんで。その、あれつけてみるよ、村立て。これ紫のやつ。これをどこ？そうそう、村目、村目。ドラメに入ると、そうエビから、エビから組んだんだ。エビです。これどういうエビだった？甘いエビだったっけ？どう？エビ好きだね。美味しい。じゃあ次の料理が来るまでちょっと移動しますか。はい、はい、なんだこれ。はい、アユじゃねえよ。アユじゃなかったよ。山の中の方がなんかどっちか今だったっけ。はい、ちょっと今の塩焼きですので、まあ、あの酔っ払ってるんでちょっとわからないんでやります。ごめんね、メガネが邪魔だ。うまい。乾杯。タコスポン鍋。うん、うまい。骨があるじゃん。うちのさん、この骨が頼みたい。正直さえとな、こういうのは。中は全然大丈夫なんで。そういう食べ物、これがスッポンの、うん、これね、ゼラチン、うん、それが好きなの。足の部分、前足か後ろ足かちょっとわからないの書いてるんですけど、僕はね、エンペラが好きです。なんか、あれだな、うんちく言ってるみたいで嫌だな、カッポンは。キラッとするやっとでよ、これ使ってください、使ってください。あ、左切り、これ切るやつかな。猫やもん。うん、知らんけどね、俺も言ってくれないんで。あんた好きやもんな、うん、マジで野菜大好き、うん、うちの奥さん野菜大好き、うん、これサムリンじゃねえ、これピーマン焼けたよ。あ、そうなんだ。どう、エリンギ、うん、なんかさ、今まで食ったら超エリンギ思いみたいに言われても困るんですけど、どうかな。ハッピーオランマ好きじゃねえんだよな。どう、ハッピー美味しいんだ。じゃあそのブロッコリー、うん、うまい。野菜好きかな。豚肉おろし、ピョーン、いいです。目がね、うん、うまい。まず開けます。でもスプーンうまいっすよね。美味しいです。もう4回ぐらいさばいて、さばいて、さばいて、どこかで結構スッポン好きなんですよ。あ、ネギ先の人も踏んだ。
いや、わかんないです、わかんないです。今回僕が、ね、特別頼んでやってもらってるんで。どうでしょうね。まあそうだよね。そうですね。説明が難しいよね、外国の方だとね。英語得意ですか？ No! No です。始めます。はい、お願いします。切ります。はい、あ、切るんだ。はい、ちょっと蒸らすんだ。じゃあ、ご飯持って食べや。まだよね。あ、どうでもいいよ。どうでもいい。ちょっと一回食べてもらっていいかな、俺の前に。私は？もう俺だってさ、みんながさ、嘘っぽいって言うんだよね。俺結構さ、真実しか言ってないんだけどな、うん、でさ、変王子嘘っぽいとかいろいろなっちゃう。そんなもんなんでも美味しいって言われちゃう。でも俺味覚はまあまあどう。味覚は普通。普通か。うまい。あ、美味しい。私が美味しいってことは俺の美味しい。すごい美味しい。あ、そうね。最上だと思います。最上級、ね、だと思うよ、うん、私の美味しいは多分すごく美味しいだと。そう、美味しいね。じゃあ、あとアイスクリーム食って終わりますか。締めのアイスクリーム、はい、ありがとうございます。で最後このアイスクリーム食べて終わりますね。こちらでいただきます。さっぱりですね。よかったね。バイバイしてもらうか、じいちゃんみたいに。はい、よしね。粉ひき豆腐があって、豆腐味噌、あとご飯が来たら食べられます。いただきます。はい、今ね、だるまの滝だっけ、これマカだるまの館だ。これがそうなんだな。どう行くんだこれ。あ、ここ入れるんじゃ。すごいぞ。でも滝はすげえぜ。結構ひんやりする。危ね。ライトアップがあるわ。ライトアップ。水が、うわっ、びっくりした。うわっ、濡れちゃったわ。びっくりだ。滝だな、あれな。これみんなさ、これ紺用にさ、バリアがしてある、このバリア。すごいね、なんか。これで終わりじゃね？うん、まあ行くよ。あ、行き止まり。すごいよ。さっきあれをさ、内側から見とったじゃん。外側はこうなって、川がね、こう流れてね、すごいな。で、天気はなんか曇ってきましたね。次のとこ行きましょう。はい、今日今ね、高山の朝市に来てます。でね、このあんこのクロワッサン並んでたんでね、入って食べます。です。んー、サクサクで、なんていうんだろう、熱い。ちょっと動画見ながら大丈夫です。これね、あの朝市、あ、これで終点かな、これ、ね、朝市。なんか結構すごい人がすごい。こんな感じだね。でもさ、みんなさ、これさ、古い町並み全部お土産屋じゃん、食べ物屋と、うん、そういうとこなんだけど、すごいな。規模が大きいわ。ここすごいよね、人がね、マジで。観光客半端じゃねえぞ、これ。すごいね、こんだけ来たらさ、すごい。でも店も多いからね。そう、どんな感じかってさ、お二人好きな人だったらな、ワタポンとかな。いいよ、これだ。あるんだね。でしょ。これあれかな、写真スポットかな。写真スポット撮る？横で？横、そのまま動画そのまましといて。ちょっとサムネかもしれない。みんな。どう？いい感じ？そう、こっち側。行ってみようか。ちょっと待ってね。いいですか。どれでもいいよ。みんな買ってきて、1個ずつダダダとか買ってきて。これ、あの全部。ありがとうございます。すいません、お願いします。